皆さん、英文法の時間がやってまいりました。では今日の明治大学の文法問題なんですが、書き換え問題でございます。皆さん、このカッコの中をですね、適切な形に変えてくださいという問題でございます。一応5問ご紹介したいと思いますが、まずは画面上3台ですよね。これ皆さん10秒間で考えていただけるとよろしいかと思います。ではお願いいたします。ではいきますね。まずは問いの1番でございます。で、his team…で、皆さん文末ですね。with his arms fold ということです。で、もちろん fold と言われたら、組んだよー、なーにょーということでございますので、他動詞。ですから、後ろに目的語があるかなと思って見てみても、当然ピリオドしかないので、ですから皆さんこれですよね。他動詞の後ろに目的語がないですよ。で、そういう場合は皆さんも思い出せますよね。他動詞の後ろに目的はなければ、過去分詞にしましょうねということでよろしかったかと思います。ですから皆さん、フォールドをフォールディットに直していただけるとバッチリです。ただし、それを知りませんという方いらっしゃるかと思いますので、今皆さんスマホでご覧になっているかと思いますが、画面の右下にこのボタンがあるかと思いますので、押していただきますと、この受動体の解説動画ですね、すでに撮影させていただいておりますので、それのリンク先貼っておりますので、この後お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。で、皆さん続いて問いの2番です。What are you点点点ですが、皆さん、It's high time を見た瞬間に、ああ、家庭法でなんかあったなぁ、みたいな感じで思い出せるでしょうか。で、もちろんそれも知りませんという方いらっしゃいますので、こちらリンク先貼っておりますからね。で、皆さん思い出せる方、It's high time と来たら、後ろは S 動詞の過去形でしたよね。ですから、sees を、これですよね。sees の動詞の過去形にしていただけるとバッチリでございます。で、続いて、問い3番ですが、皆さん、これも空所の左側にマイクついてますからね。所有格でございます。で、皆さん、所有格の右側は当然名詞にすればいいんですよね。ですから、皆さん、これですよね。ナレッジということでよろしいかと思います。さあ皆さん、ラスト2題でございます。今回は皆さん10秒間で考えていただけるとよろしいかと思います。では、お願いします。では、いきますね。まずは問いの4番でございます。is well versed in etiquette ということでよろしいかと思いますが、ちょっと皆さん思い出していただきたいのは、B 動詞。皆さん、B 動詞の右側の品詞は、これでしたね。皆さん、形容詞にしなければいけなかったですよね。で、もちろん、verse、このまんまだったら名詞でございますので、書き換える必要性がございます。で、皆さん、もちろん、空所の左側、well も十分という副詞でございますので、やはり右側は形容詞にすべきだということです。ですから、このまま名詞のまんまほったらかすわけにはいかないので、これですよね。verse ということでよろしいかと思います。さあ、最後問いの5番でございます。there in rapid ですが、皆さんもちろんラピットは形容詞でございますので、やはり皆さん、右側は名詞にする必要性がございます。で、皆さん、もちろん、サクシードは動詞ですからね。これを名詞に変えようということでよろしいかと思います。で、皆さん、一瞬、サクセスかなと思ってしまう可能性が高いですね。まあ、成功の別に問題に始めようと思うんですが、意味大丈夫ですか？名詞はサクセスいいんですが、これヒートウェイブス、熱波の話をしますからね。成功とは関係性がなさそうですね。ですから、どうしたらいいですかと言われたら、皆さん思い出せますか？ちょっとまとめてみたいと思います。で、皆さんまとめてみました。皆さんちょっとご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、皆さん左側、成功は皆さん大概ご存知なんですね。名詞サクセス、動詞はサクシード in ing。
形容詞はサクセスフルということでよろしいかと思いますが、今日の内容からすると成功よりかはどちらかというと皆さん継承する連続連なっていく話になってくるかと思いますので、どちらかというと皆さん名詞の場合はサクセッション、動詞はサクセイドトゥープラス名詞で、形容詞サクセッシブでございますので、どうやら正解はサクセスではなくサクセッションということでよろしいかと思います。皆さんこのあたりちょっとご存知ない方いらっしゃるかと思いますので、皆さんもしこの後よろしければノート取っていただいてですね、ノート取った後はいつも通りこれですね、赤シートで隠してスラスラ言えるというところで、皆さんいつも通り頑張っていただけるとよろしいかと思います。皆さんこういう感じで明治大学書き換え問題扱いましたが、特に何か特別な知識が必要というわけではなく、いつものような4択問題と同じような感覚でですね、頑張っていただけるとよろしいかと思います。